皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。今撮影しているのが2024年5月29日午後2時半です。つい先ほどね、出た情報です。速報でお伝えしたいと思います。鉄道事業者8社による磁気乗車券から QR コードを使用した乗車券への置き換えについてという情報が出ています。この情報はですね、2024年度の事業計画で東武とか京急からちらほらと情報が出ていたんですけども、それ以外の、ね、鉄道会社も合わせてね、共同でのリリースとなりました。で、これ私思ったんですけども、関東のこれ情報ですけど、関東地方すべての鉄道会社がというわけではないんですね。右上にもね、並んでいるんですけど、まあ、上から順に読むと京成電鉄、京浜急行電鉄、新京成電鉄、西武鉄道、東京モノレール、東武鉄道、 JR 東日本、そして北総鉄道ということなんですね。ですのでこの8社における情報ということなので、QR コード乗車券への移行について現段階では、ここに今記載のない関東地方の大手私鉄ですと、京王とか小田急とか東急とか東京メトロ、相鉄、そのあたりのまだ名前が入っていないんですよね。ですので、あの乗り入れ先へのこの対応というのが、ね、どうなるのかがすごく気になるところなんですけども、とりあえず概要ここに書いてある通りなんですけども、見ておきたいかなと思います。まだ具体的なシステムについてはね、まだ検討中というか、詳細は後日発表みたいですけども、普通にこう券売機でね、買う切符、近距離乗車券に関してですね、今までは普通に磁気乗車券ということで、裏にね、磁気がついていて、でこれを改札機に入れる、そして出すという手順で、入室上の情報が記名されるという、昔からあるやり方なんですけども、この切符っていうのはですね、消費していくとだんだん蓄積してこうリサイクルされていくというのは結構有名な話だと思うんですけども、この磁気って金属ですから、この磁気を抜く作業というのが結構手間がかかるということ、そしてQR コードにすることでね、磁気を抜いて、そして再生紙で、環境に優しいという意味でね、導入することが決まったということなんですね。ですので導入後はこれ2026年度末、おそらく27年の春頃、だからあと3年後ですかね、の導入だと思うんですけども、改札機のところに、切符を入れる部分ではなくてタッチする部分ができて、スイカとかパスモと同じような感じでタッチをして QR コードをピッとかざして入室時をするというやり方に変わっていくそうです。ですので、先ほど名前全部読み上げましたけども、これに参加する現段階では8社間でのね、例えば、東武から入って JR の駅で出るとか、でもそれはあれか、乗り換えが必要だから1回駅出なくちゃいけないのか、どうだ、京急から入ってそのまま直通電車で京成の駅で出るというやり方の場合は、京急も京成もこれ導入が決まっていますので問題ないということなんですけども、今回のこの中に東急とか小田急とかメトロなんかが入っていないので、こう直通電車でね、直通先に行った時にこうどういう対応するのかなとか、それともこの8社以外の他の各社もこれにどんどん参入していくのかなとか、いろいろ気になるところがすごく疑問に思いました。そしてJR 東日本も導入するということなんですけども、JR 東日本の場合は近距離切符とは違って、指定席券売機だったりとか緑の窓口で購入ができる長距離切符も扱っていますので、この私鉄各社だったら、この投入するタイプの磁気乗車券がなくなるのでタッチする部分だけの改札機になると思うんですけども、JR の場合はこう長距離切符も引き続き扱っていくと思いますので、JR の改札機に関しては切符を入れる部分、そしてスイカとかの IC カードのタッチする部分、そして QR コードをタッチする部分というふうにね、複雑化するのではないかななんて思ったりもします。あるいは QR コードのタッチの部分と、スイカとかの IC カードのタッチする部分は同じになるのかななんていうふうにも予想してます。このあたりにどういうやり方になるのかすごく気になるところなんですけども、あともう一つ、私は障害者割引をよく使うので、その立場からもちょっとお話ししておこうかと思うんですけども、
数年前にね、私も動画で出してますけども、スイカとかパスも障害者用の IC カードというのが出たんですけども、これ全然便利じゃないじゃないかっていう動画、たくさんの方にね、ご覧いただいてありがとうございます。まあ、改めてなんですけども、障害者割引って、鉄道会社によってですね、営業規則がみんな異なるんですね。基本的に、例えば JR 東日本ですと、一人でね、利用する場合は半額にならない。ただし、100キロ以上の乗車券であれば一人でも半額になる。で、介助者といる場合は本人と介助者、お互いが半額になるとか、まあ、いろいろな複雑な規定があるわけなんですけども、結局、障害者用のスイカ、パスも作ったところで、介助者とね、一緒に出かける人にはいいんですけども、一人で利用する場合には半額適用ができません。でも、このスイカの、障害者用スイカって、本人用と介助者用でそれぞれスイカを一緒に使わなくちゃいけないんですね。スイカ自体には、子供用スイカのように半額で自動的に処理されるようなシステムになってるみたいなんですけども、結局、一人でね、使うときには、そのスイカ使えないじゃないか。そうすると、普段通り通常のスイカを使うしかない。だから私はいつもスイカ使って電車乗ってるんですけども、基本一人ですから障害者用のスイカって私は持ってませんし、あまり必要性がないかなと思って作ってはいないんですね。で、友達とかと出かけるときには障害者割引で切符を買うんですね。で、障害者割引の切符買うときには券売機にもよるんですけども、鉄道会社で障害者用の割引ボタンがある会社もあれば、子どものボタンで代用してください、半額ですからねっていうところもあったりとか、結構まちまちなんですね。で、まあ、今回のこの QR コード乗車券の導入で、まあ、改札機と券売機のシステムを再構築して、システムのスリム化を図るようなことも言っていますので、そうするのであればぜひとも、ね、このタイミングで券売機のボタンに障害者用のボタンを作るとか、あるいは障害者割引に関しての見直しもしてほしいなと思うのと、まあ、あと私もこの手の動画では結構言っているんですけど、駅とかに鉄道会社とか窓口によって障害者用の切符持っている人に対する対応が本当にもう十人十色というか、大きな駅でちゃんと窓口で子供用ですけど一応半額でっていうんで手帳を提示して見せるんですけど、そうすると大きな駅窓口混んでますから自動改札通ってくださいっていうふうに言われる場合が多いんです。ところがちょっと近郊のそんなに利用者が多くない駅なんかに行って逆に自動改札で行こうとすると呼び止められて有人改札でちゃんと手帳を見せてくださいとかっていうふうにきちんと言われる場合もあったりとか、本当にこの対応っていうのは私たち障害者割引使う人間本当にもう皆さん苦労してると思うんですね。私も過去に不快な思いをたくさんしてきましたので、まあ、このあたりとかもぜひね事業者の方に、営業規則とかの周知とこのシステムのあり方とか QR コード乗車券にするのであれば障害者用と通常の子どもの半額用意味はね、違うので同じ半額でもそのあたりとかねうまくなんかシステムを作ってほしいななんていうのもこのニュースを見て改めて感じました。まあ、もちろん時期から QR に変わるということ私は全然反対はしていませんし、むしろ導入進んでも私はいいんじゃないかなと思います。ただ現段階では8社だけということで他の各社との連携をどういうふうにするのかなとか、あと私が障害者用の割引を使う人間としての立場で、まあ、私が感じた疑問というのもね合わせて、お伝えしてみました。というわけで、今日は今つい先ほど出た情報ですけども関東の主要鉄道会社8社が、乗車券、近距離乗車券を時期式から QR コード式に変更するという話題をお伝えさせていただきました。おそらくね、結構ニュースとかでも取り扱うのではないかななんて思います。というわけで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。この度 YouTube PR 用の X アカウントを作成しました。日々のつぶやきをしている私の個人アカウント、そして猫ちゃん関連の私の姉のアカウントも合わせてよろしくお願いします。私の姉、ふみっこが TikTok と YouTube を始めました。猫ちゃん関連の動画盛りだくさんです。ぜひアクセスしてみてください。